やばい、顔色薄すぎてびっくりした。ちょっとメイク、目だけしました。あとはなんか肌とかは何もしてないですけど、目だけしました。目だけでも結構印象変わると思うんですよね。変わっちゃうと思うんですよね。カーテンぶっ飛んだのだって。カーテンあります。ちょっと違うとこから配信してます、今日は。っていうかもうここになるかもしれないですね。今日は逆に暗いだって。なんか明るくできないっけな。なんかできたよね、明るく。これかな、明るさ。あ、どう？なんかでもデジタルっぽくなっちゃうけど明るく、すごい。見て、これやばくない？これめっちゃも、誰？宇宙人みたい。え、どうやって、ま、やるのかわかんない。これか。おー、なんかめっちゃ顔でかくなった。これ明るく、明るすぎ？どう、どんな感じ？大丈夫そうですか？あ、いいんじゃない？でもちょっとメイク側もわかんないよね。ひろたんさん、ひろたんさん、ハート100個ありがとうございます。ちょっと読んでなかったですね、すみません。あ、かずきさん、くまありがとうございます。なんかデジタルっぽいね。デジタルっぽいっていうか、もうちょっと、うん、これぐらいかな。わあ、ありがとうございます。かずきさん、りょうさん、花火とたこありがとうございます。うっちんさん、ハートありがとうございます。たかひでさん、花火ありがとうございます。シカゴンタクちゃんさん、ハートありがとうございます。ビョンジュさん、ハートありがとうございます。ウッチンさん、花火ありがとうございます。ちょっとリップしますね。今日はイオリの誕生日なんで、イオリが配信し始めたらちょっと終わろうかなと思ったんですけど、何時に始めるか分かんないから、もし始まったらね、イオリ推しの皆様そっち行ってくださいね。今日はイオリのおめでとうの日なんで。うわ、かかりなんかついた。あ、だいぶリップしたからだいぶいいですか。こんばんは。マサラッキーさん、ハート100個ありがとうございます。9時40分から、おお、結構後ですね。リキアさん、ハート100個ありがとうございます。トモッチさん、ハート100個ありがとうございます。ハリオンちゃん、ハートありがとうございます。あ、ハート500個ヒロタンさん、ありがとうございます。私もイオリの誕生日なのにキュウリ食べてないや前髪だいぶ伸びたね。前だいぶ伸びたと思います。今結構巻いててこれぐらいだから結構伸びたかな。あとここをめちゃくちゃ今減らして、これ全部前髪だったんですよ。だからもうノリだった時はもうこの辺も全部こう前にこう来てて、すごく重めの前髪をしてたんですけど、
ハルタンさんが薄くした方がいいよって言ってくれて、ハルタンさんプロデュースですね、前髪が薄くなったのは。レモンちゃんハートありがとうございます。福岡のヒロさんハート100個ありがとうございます。あのワクチン打ったところさ、みんな赤くなってますか？私ちょっと赤いんだよね、気のせいかな。あ、でもかにちゃんはここハンコ注射の跡あるんですよ。恥ずかしい、いつもえハンコ注射の跡あるじゃんって赤ちゃんみたいって言われるんですけどね、みんなないのかなって逆に。あ、生誕ティーじゃないですよこれ、ワクチンまだ1回しか打ってないです。今日夢で新年の挨拶してるのかわいいね。今日の夢が今日の夜っていうか、今日から昨日から今日にかけての夢が。北さん金魚ありがとうございます。もうなんかめちゃくちゃすごかった。なんか新年明けまして新年の挨拶だったんですけど、なんかお父さんが今年20歳新成人なんだからお前がやれって言って、であっって言って、でなんかバトンの昔お世話になった先生とかたくさんいる中で、2021年はすごく大変な時期だったんですけど、協力するっていうことをたくさん学んだ一年だったなって思っていて、こうすごく温かい一年だったなって思ってますみたいな、すごいなんか上から目線なこと、なんかこう皆さんもすごく大変な時期だったとは思うんですけども、あの2022年に向けてみたいなことをすごくその先生方の前で堂々と言うっていう夢を見て、多分その後になんか卵かけご飯を食べたかったんだけど、なんかすごく卵落としちゃって、でなんかすごい仲が良かった年下の男の子がいるんですけど、その子がなんかお皿貸してあげるよみたいな、いやお皿じゃ意味ねえよっていうツッコミをして、私が卵落としたんですよ。うわー卵かけご飯食べれないって言ったら、あお皿貸してあげましょうかって、いやお皿借りても意味ねえよって言って、それでなんかお皿じゃ意味ねえよって言って、なんか夢だからあんま曖昧なんですけど、卵拾って白ご飯だけで食べたっていう記憶だったと思います。森誠二さん、森誠二さんハート100個ありがとうございます。とももさんハート100個ありがとうございます。遊びに来たよこんばんは、ありがとうございます。とももさん花火ありがとうございます。なんか会場も多分目悪くなったわ。俊介さん、俊介さんバラありがとうございます。やばい本当に、うわやだな、こんばんは。夢はね結構覚えてるんですよね。でもなんか覚えてない時って朝起きた時になんかモヤモヤして、でもなんか思い出そうとすればするほどだんだん分かんなくなっちゃいますよね。かおちゃん花火ありがとうございます。視力絶対落ちたと思うな私。えロンハーにかまいたちさん出てる、だって嘘やんほんまに、ちょっとおとなしでテレビが前になったんです、真正面になりました。ロンハー何ですか今、わあ全然見えない文字が、あでも上に出てるのは見えるか、もうやだなんかすごくショックだ、うわ本当にショック、結構見えないね。あでもロンドンハーツって文字は見えるか、あえ全然見えますよ、え誰に言ってんの、見えますよってすいません、うん録画しとこう。あでも私今録画のやつさ充電っていうかコンセント抜いてる、
でもロンハーって TVer かなんか見れましたっけ？っていうか今 CM だった。やばい、めっちゃ独り言言ってる。危ない危ない。あ、かまいたちさん、千鳥さん、わあ全然見えないや、やっぱり。ジャンポケさん、ミキさんからのなんとかグランプリ、うわーめちゃくちゃ見えなくてめっちゃショック。あ、でもずっと見てたら見えてきた。こういうもん。え、待って、ここだと見えないんだけどさ、ここだと見える。こんなもんなんですか。もしも俺が女子だったらこの人と付き合いたいと。え、絶対面白いじゃん。ふう、後で見よう。コンタクトしないとね、公演始まったら。でもなんかめちゃくちゃなんて言うんですか、文字は見えないんですけど人は見えるんですよ。すごく不思議ですよね。北さん、星ありがとうございます。コンタクトはしたことないですね。ライドンさん、花火ありがとうございます。かおちゃん、花火ありがとうございます。ちょっと読めてない方、僕読まれてないですけどって言ってくださいね。こんばんは。りょうさん、ハート100個ありがとうございます。劇場のうちわは見れてます。でかく書いてくれてる方とか、あとペンライトとかで、あ、私かなってなるのすごく分かりやすいです。あ、ちょっとありがとうございます。国良太さん、花火ありがとうございます。お松さん、ハートありがとう。光らせて見やすいですよ。なんかあんま見やすい、見にく、あ、見やすいはあるけど見にくいっていうのはあんまなくて、なんでもうちはめちゃくちゃ見えます。コンサートとかでもなんかすごくこう、コンサートとかだと人数がすごい、メンバーの人数が多い分自分のうちわをたくさん探しちゃうというか、こうやっぱ先輩方のうちわがたくさんある中で楓って書いてるのを 見るとめちゃくちゃ嬉しいし、ペンライトとかもこう遠い方とかでもペンライトだけですっごい分かりやすいなって思います。俊介さん、バラありがとうございます。はい、あ、なんかいぶきの感じと似てるじゃないですか。あれでなんか間違いそうというか、いぶきとなんか似てるけど間違うねのって言われる時あるんですけど、風だけが見える時あるんですよね。正直なんかこう前の方の頭ってこう立つっていうのと木が隠れてる時とかはおおってなるけど、でもなんか一文字でバーンって見た時は別にそんなに個人的には間違わないけど、パッと見いぶきだったのに私かと思ってお見送りの時とかに指さしたらいぶきだってめちゃくちゃ恥ずかしかったみたいな時があります。まあでもお見送りはね、自分のファンの方だけじゃねなくていいですからね。何時までですか。1時間ぐらいできたらいいなって思っておりますので、9時15分かな、9時ぐらいにランキング読めたらいいかな。楓ちゃんの写真スマホにたくさん溜まった。なんでだ、誕生日。お見送りは顔見えますか。お見送りは顔見えますよ。私
あ、お見送り、まあでも今公演ないから微妙なんですけど、お見送りでなんか結構喋ってくださる方がいるんですけど、今は多分喋っちゃいけない、お互いに、私たちも、あ、私たちはなんか微妙なんですけど、すごいありがとうございましたって言ってしまっ言ってるんですけど、多分ファンの方はそんなにこうなんていうの、ありがとうとかこうなんかすごく良かったよって言ってくれる方はいるんですけど、めちゃくちゃ結構長文を喋ってくださる方がいるんですけど、ちょっとダメかもしれないですね、喋るのは。一言なら大丈夫だと思うんですけどね。まあなんかわからない、次公演が始まるときはもっと厳しくなってるかもしれないから、どうなるかわからないんですけれども、国井亮太さん、ハートありがとうございます。スケブは大丈夫、スケブは大丈夫です。え、なんかスケブになんとかかんとか書いてくれるあれですよね。見送りは一言がベストだね。そう、でも一言でも結構なんか喋っちゃいけない空気みたいなありますよね。まあ多分ダメだと思うんですけど、なるべくこう今はマスクもしてることですし、なるべくこう、ね、静かにというかの方がいいのかなって思います。ま、私たちはすごい嬉しいんですけど、伝えてくださるのは。でもね、万が一、まあ通りますしね、そこ次人が。うん、明日から学校、あー頑張って、嫌だね。目元だけでファンの顔わかる、わかりますよ、すっごいわかりますよ。フリップ芸するしかない。あ、フリップ芸お願いします。バイト終わってお疲れ様、おまつさん、だるまありがとうございます。かゆちゃん大人ですか？大人だと思います。うん、はるよんちゃん、花火ありがとうございます。今までマスク、ん、ちょっとこと、あ、何か書いてある人とか、え、私は見たことないかな。フォーコさん、ハート100個ありがとうございます。夏休み会えると思ったら会えなかったから悲しいね。そうですよね、8月もありましたもんね、おしゃべり会とか。次が本当にいつになっちゃうのかわからない状況で、今 SNS しかなくて、踊る姿みたいなのもアイドルに一番必要だと私は思ってるんですけど、それがなかなかできない中で、なんでこんなにこう、ま、応援し続けられる、応援し続けてくださってるんだろうって、なんか本当不思議に思ってしまうくらい私は
何かできてんのかなと思う時もあるんですけども、まあそんなネガティブなこと言ってたってしょうがないですしね。とりあえず今はメールとかに結構力を入れてるって言い方おかしいですけど、やっぱ待ち続けてくださってる方ってきっとメールとかを取ってくださったり、あと SNS とかをフォローしてくださってる方だと思うんで、なるべく送ったり質問コーナーしたりインスタのしてますね。あとショールームはそれこそまあいろいろ本当にありますけど、自分のそういう自分が傷ついてるっていう理由だけで配信しないのは、まあ、違うなって思うから、待ってくださってる方のために配信したいなって思ってます。キーヤマンさん、ハートありがとうございます。かえちゃんはメンバーのメールは撮ってますよ。でも何人かしか、一番最初にお願いした人しか撮ってなくて、下野さんとハルタンさんとネネさんとリコピさんとミルンさんとアキさんと今田さんかな。あ、キヤマンさんハートありがとうございます。ショールーム楽しみにしてるよ、ありがとうございます。追加もできますよ。言ったらこの間今田さんを追加してもらったんですよ。なんかすごくお世話になってるというか、本当に甘えさせていただいててってるので撮らせてもらいました。ミルンさんはHKT が好きだった時にじゃんけん大会の時まだ入ってなくて、じゃんけん大会で優勝された時にもともと可愛いなと思ってたんですけど、なんか結構好きになって、その時ちょうどプロデュース48とかも入る前、友達とかすごい、私も本当にたまにで友達から聞くくらいだったんですけど、こういろいろな動画とかも見てて、うわめちゃくちゃ可愛いなと思って好きになったメンバーだったので撮りました。国井亮太さん、金魚ありがとうございます。私が入った頃はじゃんけん大会はな、私が入ってからじゃんけん大会もないですし、総選挙とかもないですね。メンバーのメールは毎日読んでますよ。割とこう人に比べると多分人数が少ないと思うんですよ。うん。先週リンクのリオナちゃんに会ったよ。リオナちゃん、でも誕生日の時に LINE くれましたよ。おめでとうって。いつも SNS で癒しをもらってますみたいな言ってくれたんですけど、私こそやっていう感じ。同期は取らないの、考えたことなかったな。なんか同期誰か取り始めるとなんかなんでそのメンバーだけみたいになる気がし、個人的に一掃しちゃうんで、多分そうなると全員取らないといけなくなってくるかなと思って。妻の代わりに投げさせていただいています。あー、ロールパンダちゃんありがとうございます。仲良くて平和で、水こぼれてる、びっくりした今、めちゃくちゃびっくりした
しんたんたんさん、ハートありがとうございます。元気さん、星ありがとうございます。あ、しんたんたんさん、ハートありがとうございます。いおりちゃんのおめでとうメールは1番。え、わかんないわかんない。でも0時に送った。でも結構いそうじゃないですか、みんな。こんばんは。北さん、金魚ありがとうございます。キヤマンさん、花火ありがとうございます。最初初期の頃結構一緒に帰ってたんですけど、あんまりこうなんかお互いに人見知りだったから、なんかあんまり喋れなかったんですけど、私がなんかまだ福岡全然分かってなかった時にバスに乗ったんですよ、天神行きので。なんかほんとたまたまの話なんですけど、なんかそのバスの店員さん、なんていうんですか、運転手さんに、すいません、これって天神行きますかって言ったら、あ、最終天神なんで、あのずっと乗っていただければ天神着きますよって言われて、天神行きのバスに乗ってんのに、え、これ天神着きますかって聞いちゃってて、ありがとうございますって、めちゃくちゃ恥ずかしいまま後ろ振り返れなかったんで、もう あの人天神行きなのに、天神どこやって聞、天神着きますかって聞いた人やって思われるの嫌だったから、後ろ振り返らずに一番前の席に座ったんですよ。それがたまたまいおりが隣にいたらしくて、でなんかレッスンして、レッスン終わりかレッスン前になんかいおりに、あのなんかさっきバス隣でしたって言われて、バス降りてからレッスン集合場所まで一緒に行けばよかったのに、お互いに知らない、あ、いおりは私のこと多分気づいてたんですけど、私が全然いおりのこと気づけずに、同じ場所に行くのに二人であの別々に行って、でいおりが、あ、なんかさっき天神見て、あ、めっちゃ気まずいやんと思って、いや天神行きなのに天神って聞くやつって思われとるやんって思ったのがいおりの第一印象ですね。あ、いおりの第一印象は違うわ。いおりの第一印象は最終審査の時にすれ違ったんですよ、廊下みたいなところがあって、最終審査の時にすれ違って、可愛いこの子絶対合格するわって思ったんですけど、なんかめちゃくちゃ顔はっきりしてて、めっちゃ顔可愛いのに、すごい歩き方が謙虚で、肩をこういう感じで歩いてて、あ、すごい、あ、すごい謙虚だ、だけどすごいおしゃれだし、すごい可愛いから絶対合格するなって思ったら、あのいてだろうなって思いましたね。あとはよりは、うーん、結構なんか私が髪が長かった時に、双子ってあの仁義なき戦いの時にポストカードをこう配ってた時期があったんですよ、研究生が。その時にこうその仁義なき戦いの舞台が AKB48 さんとか、ほんと姉妹グループのファンの方がたくさん来られるから、私たちのことも全然知らない方もこうポストカードを受け取ってくださるんですけど、その時に、え、君たち双子なのみたいな言われることが多くて、あ、いや違います、すいません違って、すみませんみたいな言ったり、あと仁義なきの時、一部なんかお休みの時間みたいなのがあった時は、一緒になんか地下みたいなとこに行って、であの8周年が近かったから、2人とも違う曲に出るんで、あの2人とも違う踊りを地下みたいなところで2人で練習したり、いろいろ思い出ありますね。何年前だ、2年前とかかな。アークさん、だるま100個ありがとうございます。だるま祭りありがとうございます。はるよんちゃん、ハートありがとうございます。きたさん、花束ありがとうございます。うん、よく2人で自主練してなかった。
なんか2人だけではあんまりないかもしれないですけど、事務所でオフの日とかに会う機会は結構あったかもしれないですね。あとはなんだろうな、面白い話もできるし、まあいろんな話ができるし、話してて落ち着くというか、よりすごく大人っぽいし、考え方とかも多分すごく大人で、ふわふわしてるというよりかは多分大人なんですよね、全体的に。なんか結構あるあるなんですけど、お弁当とかこうなんか差し入れとかあった時に、まあ4種類とか3種類くらいあった時に、結構みんながどんどん取っていく中で2人だけ取れなくて、あどっちがいいどっちがいいって言い合うのはいおりかもしれない。最終的に2人でなんか、あ私どっちでもいいよみたいな、あ私もどっちでもいいよみたいな、あじゃあこっちもらうねみたいなのが結構最終的に残る2人かもしれないですね。なんか同じ服の系統とかも多分似てて、一緒に買い物行った時とかもあったりしましたね。楓は休日何してるの？休日は寝て、なんか前までは本当に休日はとことん休日っていう、なんて言うんだろう、寝る起きる、なんかめちゃくちゃ動画見る、寝る起きるみたいな生活で、なんかどっか行きたかったら、なんか近くのパン屋さんとか行って、なんか一人でちまちまパン食べて帰るとか、一人でカラオケ行ってこう何時間か歌って歩いて帰るとか、家のちょっと離れた、まあ10分15分ぐらい歩いたところになんかすごい坂道があって、その坂を何にも考えずに歩いて、その先に公園があるんですけど、公園を一周して、まあ、歩いて帰るみたいな、なんかザ平日っていう感じを過ごしてたんですけど、こう自然を感じたい時とか、あとすごいパン屋さんとかの雰囲気がすごい好きで、こうおばさま方のこうワイワイしたお話し声とかを聞いたりするのもすごい好きでだったんですけど、もう今月になってこう外に出れないってなって、でテレビスティックみたいなのを買って、テレビで YouTube とか Unext とかこう配信系を見れるようになってからは、YouTube でなんかこうアーティストさんのライブ映像流したり、なんか映画見たり、最近はずっとワンピース見てるんですけど、したりしてますね。あとは本当にそんな感じですね。でなんかもういろいろ足りなくなったらスーパー行くじゃないですか。その帰りにちょっとだけパン屋さん覗くけど、買うのは買うんですけど、パン屋さんの中で食べることはなくなりましたね。あとカラオケも今どこも空いてないですし、本当に最近はこんな感じの生活してますね。キヤマンさん、だるまありがとうございます。焼きたてのパン最高ね。ちょっと待つもんね。あ出るぞこれは。焼きたてのパン持ってくる感じやなって思ったら、ちょっとこうなんかこうすかした感じで待ってないよって、で新しいパン焼き上がりましたみたいな掛け声した瞬間に、すごいほんまやほんまやみたいなリアクションする。一人で初めまして、北さん星ありがとうございます。
みなちゃんがメール取ってくれてるの恥ずかしいって。ああそうだ、今田さん今ショールームしてるんだっけ。え、全然会ってないですね。今田さん誕生日の時に連絡くれました。スーパーの半額シール待ち。あ、めっちゃあれさ面白いよね、シュールだよね。キヤマンさん、だるま100個ありがとうございます。最近見たバラエティ番組はどんなの。バラエティ番組はほぼかまいたちさんのやつで、あの TVer でかまいたちって調べたらかまいたちさんが出てる関連の動画が全部出てくるんですけど、それ見てないやつを最初からとことん見ていくっていう。あのスーパーの半額セールなんですけど、あれってなんかこう店員さん、なんか私多分その日お母さん、めちゃくちゃ前の話なんですけど、小学中学生くらいの時になんかお母さんがこう料理を作らない日があったんですよね。こうたまにあるじゃないですか、ちょっとお母さんが疲れちゃう時に。でお父さんとじゃあなんか好きなもの買いに行こうという話になって、で私海鮮丼が食べたくて、でこの時間になったら安くなるっていうの知ってたから海鮮丼が食べたかったんですけど、なんか多分8時だとして、まあ9時ぐらいだとして、で9時前に行っちゃったんですよ。だからあーちょっともうちょっとスーパー一周するかみたいなやって、一周したらあの半額になってるでしょって言って一周して行ったら、こうなんか店員さんが慌ててこうシール貼ってたんですよね。でなんかこうシール貼ってもなんかピッて上からしないといけないタイプのやつで、なんかそのシール貼ったからといって取っていいわけじゃなさそうな感じで、こうなんか私たちは結構最初からこう待ってたんですけど、こうだん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 こうあ刺身コーナーが半額やってるみたいな感じで人が集まってきて、でなんかみんな待ってはないよみたいな、こうなんか待ってはないけどまあ半額あしてる感じみたいな、みんなこうなんかすかした顔で半額待っててなった瞬間、みんなこう取り出す、こう半額あ今半額なったの気づいたわみたいな顔で半額取ってるなーって、その時こう中学生ながらに思ってましたね。店員さんの圧すごいだろうなーとか、なんかすっごいこうなんだろうな、なんかわかりますか、すっごいあの空気ってなんかこうどうしようもないくらい気まずいですよね。私は別にあの半額待ってないですけど、皆さん半額待って、あ半額みんな待ってるんです。あそうなんです、ね、私は別に半額は待って、あえ今半額なったんだ、じゃあ買おうかなみたいな、そういう空気がありますよね。私はバチバチに半額狙ってたんで無事に半額で海鮮丼食べました。あれあの空気でちょっと気まずいですよね。あ高校卒業したら絶対これ見に行く、ありがとう。何年生ですかね。しゅんさんハートありがとうございます。みなちゃんに釣り誘われたら行く。行くと思う。私釣りやったことないんですよ。今田さんの YouTube を見てたんですけど、すっごいもうなんかすごいプロだからいろいろ教えてもらいながらね。少しはどれぐらい、私少しって言っちゃったからね、少しじゃねえじゃねえかよって、すみません。そうですよね、もうちょっと15分に終わるんで。ラグで40分ネタ剣の真相をお聞かせください。
なんか私本当にダメダメ人間だなって今日思いましたね。なんかラグを新しくしたんですよ。カーペットなんて言うんですかね、ラグを新しくして、なんかモフモフのラグで、なんかこれめっちゃ気持ちいいと思ってゴロンってしたら、本当にですよ、本当に気づいたら寝てて、よし寝ようとかじゃなくてゴロンってして、こうラジオ聞いてたんですよずっと。そしたら気づいたら寝てて、でなんか多分ラジオの音かなんかで起きたんですけど、全然記憶ない、話になってて、ラジオが、あーやっべと思って、あモフモフ熱くないだって、いやなんかモフモフっていうか、その糸とか、冬のモフモフじゃなくて、なんていうんだろう、なんかモワンモワンっていうか跳ね返ってくるタイプの弾力性のある感じの。しゅんさんハート500個ありがとうございます。気持ちよかったのね。そうそうなんだよ。まあラグが悪いよねっていうことにしようよ。みんなありそうだけどね、なんか布団新しくしてした時に寝ちゃったとか。あでも今日はボイトレがあったから、まあ外にこう出てちょっと朝もね健康的にな時間に起きたっていうのもあって、こうその時お昼のほんと1時ラグ変えたのが1時とかだったから、お昼のねその時間ってさ、まあ5時間目ですよ言ったら、何もしてなくても眠たくなっちゃいますよね。うん、仕方ないですね。みんなは今日何してましたか？今日は火曜日、8月最後の日なんですけど、あんまり8月の記憶がほぼないんですけど、みんなは何してましたか？今日とか8月とか。お盆休みがありましたもんね。8月の振り返り、8月、あーワクチン2回目、あ今日ですか、大丈夫なんですか今日は。シンプルに仕事してました、バリバリ仕事してました、シンプルにお仕事、普通にお仕事、大学のオンラインゼミ、会社行って仕事、家で漫画読んでた、いいな、何読んでたんですか。みんな仕事ですよね。今日はミルルンさんの卒業公演、あーゆいなちゃんが言ってましたね。授業4時間、大変だ。友達の誕生日だったのでプレゼントを買いに行きました。いいですね。字幕考えて1日終わってた。それは返すのがすごくプレッシャーやな。東京リベンジャーズいいな。私まだ9巻までしか読んでないんですよ。でも私最初にアニメ見ちゃったんですよ、東京リベンジャーズ見ちゃったというか見たんですよね。で漫画を読んだ時に、まだ9巻なのって思って、なんかアニメ12話とかまで見たんですよ。だから12話とかまで見た時に、これが6、7、8巻に詰まってんのって思って、めちゃくちゃ不思議に思いました。お仕事じゃなくてお仕事したい。うわー、もうちょっとですね、どうなるか分かんないですけども、きっともう少しでって、もう少しもう少しって思ってたらあっという間に来ると思います。漫画とアニメ違うところとかあった、
東京リベンジャーズあったっけ、あったっけ、分からん、なかったような気もする。ちょっとね、あまり覚えてないや。無料のワンピースは読んでますか？無料のあのアプリのやつは読んでないです。今はずっとドレスローザをアニメで見てます。うん、今日かえちゃんに直接会った時から1ヶ月。わあ、7月31日、あら1ヶ月。みんなもうなんかこう仕事とかこう来週のこう公演に向けてお仕事頑張ってますとか言ってくださる方が公演あった時はこうたくさんそういう声を聞いて、私もあ今日はこのコメントしてくれてた人が来るんだなとか、こう公演前とかに SNS とかで今日公演行くよっていう声を見て、あ今日はこんな人がいるんだな、あんな人もいるんかなって思って公演してたから、うん、すごいね、寂しいっていう言葉では表せないですけど、やっぱり自分的には寂しいですね。うん、あでもあのこの間事務所行った時にプレゼントとかお手紙を少しだけいただいたので、こうだいぶこうみんなを感じることができたなって思います。 SNS もすごくありがたいというか、うん、毎日コメントしてくれたり、こう初めてコメントしましたってこう勇気を出してくれる方がいたり、 SNS で知ってくれる方ももちろんいたので嬉しいんですけど、お手紙とかはなんかすごい生身の愛を感じますね。字とか、まあそれこそ便箋に、便箋とか、そうですね、私のことを考えて買ってくださるプレゼントとか、選んでくれるプレゼントとか便箋とかもすごい温かいなって思います。和夫さん、ハートありがとうございます。北さん、星ありがとうございます。京都のおしゃべり会楽しかったなと不意に思い出すね。京都楽しかったですね、久しぶりだったからね。こんばんは。京都はもう楽しかったけどどこにも行ってないですね、本当にどこにも行ってないや。りょうさん、花火ありがとうございます。自分じまこさんのモバメ好きです、くすっとおもろい、ありがとうございます、嬉しいな。もう少し綺麗な字でお手紙書けるように頑張るね。なんで？私も字はあんまり上手じゃないし、なんかあめちゃくちゃこの人字綺麗と思う時もあるけど、そんなになんか気にしたこと全くないです、ないですし、嬉しいですよ本当に何でも。明日から9月、早いですね。いや本当に早いよね。プレゼントとお手紙はもう少しで送るね、ありがとう。今日楓ちゃんに送りつけるプレゼント届いた、ありがとう、送りつける。こんばんは、いいねだって、いいね。秋の楽しみといったら何かな。秋はまあいろんな服がまた見れることかな。うん、おいこちゃんの描いたカエルちゃんの似顔絵も添えて、いやー楽しみ。カエルちゃんお誕生日おめでとう、ありがとう。
夏の終わりを感じる瞬間は、この間何にもしなかった日に夜そのまま寝ちゃって朝お風呂入ったんですよね、この間で。私めちゃくちゃ絶対に夜お風呂入りたい、絶対に夜はお風呂に入らなきゃ気が済まないんですけど、本当に多分本当に多分意識がなくて、でなんか寝ちゃってて朝お風呂入ったんですけど、寒かった。朝お風呂入った時、朝お風呂入ると寒いのかな、あんまり何回も入ったことないからわかんない、毎回寒いんかな。でもえ寒っ、冬やんって思って、で急いで冷房消したんですけど、こう朝って言ってもほんと 5時とかでもハッと起きて、えお風呂入ってないと思って入ったから4時とか5時とかだと思うんですけど、お昼になるにつれてめちゃくちゃ暑くなってきて、なんやねん夏やないかってなりましたね。カネヤンさん、花火ありがとうございます。最近暗くなるの早くない？そうなんかな、冬にかけ なるにかけてに、秋にかけてなる、日本語がやばい。冬にかけるにつれて、冬になるにつれて暗くなるの早くなっていきますよね。秋の食べ物何が好きと、秋はえ、秋の食べ物、秋の食べ物で何がある？焼き芋とか。夜涼しくない？涼しいのかな、涼しいかも。あ、でもなんかこの間めっちゃ夜涼しかったよね。涼しくって寒っって思ってた時期あった。あ、サンマね。あーサンマ、あーそうね。あ、ミスドナルド、ミスミスタードーナツ、ちょっと待って、マクドナルドと混ぜちゃった。ミスタードーナツの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 さつまいものやつ食べました？あれめちゃくちゃ美味しかったです。あ、ちょっとやばい間違いをしてしまった。ミスタードーナツのさつまいもめちゃくちゃ美味しいですよ。あれなんか芋が入ってんのかなって思ったら、なんか、あ、芋のなんか、か、なんていうんですか、芋のなんかこういう四角いのが入ってんのかなと思ったら全体的に芋でした。なんかちょっとね、なんか入ってた。食べました？みんな。なんか生地がもう芋みたいな感じだった。めちゃくちゃ美味しいですよあれ。ねじまは大学芋とバター芋みたいなやつ食べたんですけど、めっちゃ美味しかった。あれなんかチンしても美味しそうだなと思った、レンジで。スタバのニューヨークチーズケーキ好き。ニューヨークチーズケーキ、ああーニューヨークチーズケーキ、あーでもなんかニューヨークチーズケーキ、スタバのやつ食べたことないんですけど、スタバじゃなくてお寿司屋さんどっかありましたよね、昔。ニューヨークチーズケーキ美味しいですよね。何時までするのが15分って言ってたんですけども、16分になっちゃったから20分にランキングを読みます。うん、ミスドのお芋のやつ温めたらよりホクホクしそう。え、だよね多分。なんかあれどうやって作ってんだろうなってめっちゃ思いました。なんかなんていうんだろう、なんか食べたことない人めちゃくちゃ食べてほしい。なんか
ドーナツ生地なんていうんだろう、外はドーナツ生地なんですけど、なんか噛んだらもう芋なんですよ、ほぼ。めっちゃびっくりした。全種類は食べてないです、大学芋とバターのやつだけ。でもめっちゃ、どっちもそのなんていうの、主に基本的には芋ですね。味付けがこうなんか違うだけで、生地は多分なんか一緒なのかなと思いました。すっごい美味しかった。いやもうもはやお芋なのよ。あのさ、スタバのさ、ほうじ茶クラシックティーラテはいつまであるの？あれなんか私できれば毎日飲みたいんだけど。栗ご飯好き。栗だね、秋は。お松さん、花火ありがとうございます。もうね、なんだっけな、ほうじ茶クラシックティーラテは、ほうじ茶好きな方は多分飲んだ方がいいと思う。本当に、なんかいつ終わるんだろうと思って、終わる前に飲んどこうと思って、いつもほうじ茶クラシックティーラテなんですけど、意外とまだあるんやっていう、結構ずっとありますよね。でも本当になんかもうレギュラーにしてほしいくらい。あやたかの抹茶ラテ飲まないと。抹茶を好きです、抹茶好き。かぼちゃのスイーツ、かぼちゃのスイーツ美味しいですよね。美味しい。ほうじ茶クラシックティーラテホットはないのかな。わかんない、いつもアイスで飲んでたわ。でもこないだ誕生日の時に、ありがたいことにスタバのギフトカードをこういろんな方からいただいたんですよ。でこうほうじ茶飲みたいなと思って飲もうと思ったんですけど、ほうじ茶が500円ぐらい でギフトカードって大体700円ぐらいじゃないですか。だからカスタマイズしようかなって思ったんですけど、自分じゃ何がいいか分かんなくて店員さんに聞いたんですよ。そしたら、蜂蜜、生クリーム、ほうじ茶クラシックティーラテの上に生クリームと蜂蜜をかけて、でこうミルクを、あれは何だったかな、なんとか麦ミルクなんとか麦ミルクみたいな感じのにしてくださって、で結構いい感じの値段だったから、値段でそれ飲んだらめちゃくちゃ美味しくて。でもあのクラシックティーラテってミルクがめちゃくちゃ美味しいんですよね、あの甘くて。だから、あ、ミルクはそのままがいいなと思ってたんですけど、ちょっと言えなくて、で、あ、はい、じゃあお願いしますって言って、そのなんとか麦、あ、オーツだ、オーツ麦だ、オーツ麦ミルクにしてもらったんですよ。そしたらそれがめっちゃ美味しくて、なんかあんまり甘くはないんですけど、もうなんかスッて入ってくる感じで、あのめちゃくちゃ美味しかったです。あ、私別にミルクにこだわんなくてもいいかもって思っちゃうくらい美味しかったです。あと蜂蜜がめっちゃ美味しかった。初めてスターバックスで蜂蜜かけたんですけど、めっちゃ美味しかったです。なんか、あ、でも次はミルクで飲みたいと思った。そのめちゃくちゃカスタマイズしたから、もはやほうじ茶クラシックティーラテじゃないレベルくらいのカスタマイズしちゃったから、単体で飲みたいなと思った次は。でもめっちゃ美味しかったです。オーツ麦ミルクだとか、あ、なんかあのほうじ茶クラシックティーラテのミルクはなんか生クリームが入ってるらしいですよ。その
ミルク自体に。だから甘くて美味しいんだってメルさんが言ってた。めちゃくちゃ美味しかった。あ、ちょっとランキングを読みますね。よいしょよいしょ。はちみつ単体で飲むの、いや、はちみつははちみつソースみたいな感じです。クリーム、ま、クリーム乗せてもらってはちみつソースみたいな感じ。ちょっとじゃあランキングを読みます。みんな、あ、たくさんアイテムありがとうございました。いきます。1位、りょうさん、あー、ありがとうございます。いつもありがとうございます。2位はかねやんさん、ありがとうございます。3位、くにりょうたさん、9月も SNS 頼ます、ありがとうございます。頼ます、ありがとうございます。4位、元気さん、ありがとうございます。5位、キヤマンさん、あ、ロールパンナちゃん、ありがとうございます。奥さんの分もありがとうございます。6位、しゅんさん、ありがとうございます。7位、ひろたんさん、8月もかえるちゃんに飛んだ、大丈夫そうですか、配信止まった今、大丈夫かな。ありがとうございます。7位、ひろたんさん、ありがとうございます。8位、かずきさん、ありがとうございます。9位、たくみ18さん、ありがとうございます。10位、きとさん、ありがとうございます。11位、とももさん、9月もあ、よろしく、ありがとうございます。変わった、順位変わった。1位、りょうさん、ありがとうございます。2位、かねやんさん、ありがとうございます。3位、くにりょうたさん、ありがとうございます。4位、元気さん、ありがとうございます。5位、きやまんさん、ありがとうございます。6位、きとさん、ありがとうございます。7位、しゅんさん、ありがとうございます。8位、ひろたんさん、ありがとうございます。9位、かずきさん、ありがとうございます。10位、たくみ18さん、ありがとうございます。11位、とももさん、ありがとうございます。12位、かずおさん、ありがとうございます。13位、森誠司さん、ありがとうございます。ありがとうございました。なんか初めましての方が多いですか。そんなことない、ありがとうございました。ラッキーピーポーはいおりさんですか確かにそうですね。みんなおやすみなさい。8月もありがとうございました。9月もよろしくお願いします。いおりおめでとうございます19歳か。どんどんみんなが大人になっていきますね、ご期生が。今からは私はお風呂に入って、お風呂に入ります。あ、ちまこまだやってないんで、ちまこしてお風呂入ります。メール待っててくださいませありがとうございました。バイバーイ、おやすみ。9月は会えますようにですね。ありがとう、バイバイ、バイバイ、ありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさい。